ということで、はいはい、月刊エスパー小林、今回は台東区ですね、はい、浅草周辺前編ということで、小林さん今回いろいろ浅草といえばあそこといろんなことこう頭に浮かびますね。正直俺撮ってないと思わなかった、ね、うん、ただやっぱあそこはいい場所多いよね。ね、観光客がもう戻ってきて、そう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 、結構大変でしたけど、ね、浴衣着てる方が多かったですね。多いですよ、浴衣着てるのほとんど外人ばっかりだったって。うん、そうそうそう、浴衣一回着てみたいとかね人力車乗ってみたいってなるけど、ね、乗ってみたいですね。相手どういうパワーストもあるかちょっと興味あるけどね。うん、まあ、そんな中、まあ、はい、地図を毎回ね、はい、あの小林さんにこう練習をしてもらうわけですけども、うん、まあ、ここここここってふうに、まあ、ピンポイントでやってもらったわけですが、そこがやはりなるほどっていう、まあ俺がいつも言ってるようなところ刺すらしいね。ね、あれはなんかちょっとやっぱり、狙ってないからさすが霊能者ですよね。いやだからあの動く場合と動かない、だから浅草動いてないよね。あれで大規模な土地開発やっちゃうと動くのよ。なるほどなるほど、まあそういうところをいくつかね、はい、やったんで、ぜひ、はい、ぜひ見てほしいんですけども、はい、まあ、あとですね、全国版パワースポット今回山口市ということで、うん、はいはい、私も山口ちょっと全然わからないところなんですけど、俺正直ね行ったことないかもしんない、うん、あ通ったことあるけど、うん、あの降りてロケかなんかで行ったかもしんないんだけど、うん、仕事で俺山口行ってないと思う、うん、プライベートでもないし行ってみたいんだ。私も全然わかんないくて、うん、まあ、楽しみにしてるんですけども、はい、それが今回の7月号の全国パワースポットになってます、はい、で、あとまあ今月のラッキーカラーがコーナーありまして、はい、でラッキーサウンドなんですけども、はい、これは今回のテーマはレコードということなんですけど、覚えてないそうですかいい加減にパッと出たの言ってるだけだから、レコードということで、はい、ね、ちょっと私もこのテーマでどういう音楽が出てくるのか非常に楽しみなんですけどね。悩んでんだよ、毎回悩んでんですかね。悩んでる苦しみの姿が見えるんだと。見えます。見えてる。あ、そうです。あの野郎と言いながら机蹴ってる風景が出るんですよそうですね、そうそう、はい、そんなわけで今回行きたいなと思っています、はい、それでは、まあ、最初に23区ですね、はい、まあ、23区といってもあと若干少し残ってるみたいなんですよ、全部やったと思ってたね。杉並とそれからあと練馬と、うん、あと葛飾区ですかね、そう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 、残ってるそうなんですけど、だから結構いろんなとこやったから全部やったと思ったら抜けてんだよね。うん、まあほら大きいところはまた細かくやるんだけど、はい、意外なところやってないよね。うん、杉並はちょっとびっくりした。自分の事務所があるからとっくにやってると思った。おお、なるほど、うん、まあね、まあ、まあ、今後ちょっとね、そうそうそう、楽しみだなと思っておりますけど、はい、はい、それでですね、まあ、今月の7月なんですけれども、はい、まあ、早速なんですが、うん、まあ、台東区の、浅草というところで、はいはい、まあ、ここまずここっていうのは、まあ、大鳥神社というところですけども、私まあ昼間最初こうなってんのってふうにちょっと思ったんですけど、もう俺も縁日だから鳥の市の夜しか行ったことない。いや同じです、同じです。昼間通ったことあるけど向こう行かないよね。うん、あんな閑散としてると思わなかったし、うん、逆にほらにぎわい知ってるからあの温度差がすごいよね。あそこは面白いです、行くと。なるほどね。まあ、いろんな意味でいろんなものが、まあ、VTR 見てもらうとどんどん分かるんですけども、うん、珍しいものがあったりとかありますね。ありましたしね、はい、いいの多いですよ。そうですね、うん、あとまあここっていうねある住宅地もありましたし、はい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 、あそこもねそういうところがあるんだなっていうのもあったので、はい、まあ、楽しみで、あと、商店神社ですか。そうそうそう、はい、なのでいろいろあると思うので VTR を見ていただきたいなと思います、うん、はい、どうぞ。はい、